いすみ鉄道いすみ350型機動車は、いすみ鉄道が2013年2月1日に営業運転を開始した機動車である。いすみ300型と同様に、取塚両社長のブログで導入が発表された。本形式は、開業時から運用されてきたいすみ200型が老朽化したことから、その代替として2013年から導入した軽快機動車で、 同時期に導入されたいすみ300型が、クロスシートトイレ付けであるのに対し、ロングシートトイレなしで2両が製造された。いすみ鉄道は、従来から、ムーミン列車の運転を行ったり、元日本国有鉄道のキハ52系、キハ28型を譲り受けて運転したりして、観光客の利用促進を行ってきたが、これらと並んだ際に、見栄えのする車両とすることを、 社長の鳥塚は考えた。鳥塚は、キハ52型を製造した新潟鉄工所を前進と、する新潟トランシスに対し、イスミ300型をもとにキハ52系風の外観への設計変更を提案した。何度もの交渉の末、試行錯誤しながらも製造することとなり、本形式が完成した。結果として、この車両のデザインは鳥塚の意向が反映されたものと、 なった。2015年には、本形式と同様の外観ながら、イベントに対応するため、イスミ300型同様のトイレ付きクロスシートととし、国鉄標準色となった、キハ201303を導入した。このため、キハ20型は、イスミ300型に分類される。エンジン、台車などの走行機器は、イスミ300型と同一の NDG であるが、車体は、 蒸気のように国鉄キハ52型に似せた外観としており、前面窓、貫通扉、前照灯、微灯の形状と配置、屋根部の色などをキハ52型などのキハ20系、機動車に似せている。側面窓の配置もイすミ300型と異なっている。車内はバリアフリー対応として車椅子スペースとスロープ、イベント列車としての使用に備え座席前に、 簡易テーブルを固定できる設備と簡易手洗い機を設けている。なお、351と352では、全消灯のケースに差異が見られる。ありがとうございます。